いやいろいろとな目標を立てたつもりなんだけど何一つ実現できてないな。そんな風に感じてる君に目標の達成率を上げるコツをシェアしたいと思います。はい、改めましてこんにちは。全盲の講演家そして YouTuber のアナちゃんこと穴澤雄介です。ね、いろいろ目標を掲げても何一つ達成できてない、そう感じている人少なくないのではないでしょうか。まあ私アナちゃんもね、昔の自分を思い返すとまあほとんど達成できてなかったねでも確実に言えるのは、大人になった私は昔よりも、格段に目標の達成率を上げることに成功しました。で、今日はその達成率を上げるコツっていうのをね、みんなにシェアしたいと思うんだけど、これね、いわゆる大人向けのビジネスセミナーとかではもう定番のお話です。だからみんなも知ってるかもしれない、ね。ちょっとね、ひらがなで書きますね。漢字はもうアナちゃんほとんど忘れたので、次は漢字書くけど間違ってるかもしれない。夢の地図を作るって書きました。この夢の地図っていうのは、まあ言い方いろいろあって、まあ違う言い方でね、いろいろなセミナーの講師の方が、この方法を紹介していると思うんだけど、この夢の地図っていう言い方はね、日本一の投資家なんていうふうにも言われている、武田和敬さんの方に紹介されているやり方なのね。で、私はこの、武田和平さんの本に出てきたやり方で実践してるんだけど、まあ、要するにね、普段みんなが使っている手帳とかノートとかに目標を書き込むっていうことなんだよね、うん。で、必ずね、武田和平さんの夢の地図のやり方はそこにね、期限を設ける。だからかつて私が夢の地図に書いて実現できたこと、例えば、フルマラソンのレースに出場して完走する、2018年末までとか書くわけ、うん。必ずね、この期限を書く。で、それから、私は目が見えないので、まあ、そこまでなんだけど、武田和敬さんの本の中ではね、そこにさらに、挿絵とか写真をね貼ってもいい。例えばそのフルマラソン完走のところにはそれをイメージできるようなね写真、そうだな、例えば東京マラソンのなんか開会式の写真とかさ、あと絵が得意な人だったらね、マラソンに自分が出場して、最後ゴールテープを切る、絵とかね、そういうのをこう書き込む。そうするとほらビジュアルでもイメージ湧くでしょ、うん。そうやって、目標達成をね自分の意識レベルでこう近づけることができる。これね、嘘だと思うでしょ。私も正直こういう話最初はうさんくさいなと思ったんだけど、確実に上がります。これ騙されたと思ってやってみて、目標達成率ね本当に上がるから。でこのね、期限を設けるっていうのが武田和平さんの夢の地図のやり方のいいところで、例えばほら何か目標立ててね、2021年12月までとかって書いて、12月までに達成できなかったとするじゃん。でもそれこうパラパラでこうめくってみて、あ、12月まで達成できてないじゃんとかって思うと、22年には達成できたりするのよ。そうだから、この期限をね書くっていうのもすごく大事だし、本当ねこれをね実践すると格段にね目標の達成率が上がるので、もう騙されたと思って、嘘だと思ってもやってみてほしいなと思います。今日のお話、面白いなと思ったらいいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしく。アナちゃんでした。